ちは。ちょっ、ナゾムです。ナゾムです。はい。なんで2人？さっきは前回、さっき。そうだね。前回はちょっとテーマ、代打で出てもらったんですけど、そうですね、引き続きロッカーさんが欠席。欠席です。っていうところで2人で、はい、送りますというところになって、はい、本日紹介させてもらうのは、また今回ちょっと2月から展開しているものの、はい、新しいもので、テレインパック、はい、だけ。そうです、テレインパックです。お、はい、っていうところでちょっとそれ の、はい、新しいコレクションじゃないですか、なんかそういうパックみたいなのがあるので、はい、ちょっとそれを大金くんが紹介してくれるというところになります。じゃあテレインパック意味は、テレインの意味は何でしょうか。テレインはね、はい、俺はまあ知ってるけどね、英語してること。いや、みんな知ってますよ。ああ、知ったですか。はい、まあ一応じゃあ説明します、はい、テレインっていうところで、まあ山だったりとかそういう地形のところを指し示す言葉で、はい、そういう、まあ、トレイルランに近いという感じで、はい、そういう地形を、山登り下り、はい、っていうところのものになります、はい、そういう道ですね。っていうところで、うん、今回のコレクション、まあ、テーマとしてはアウトドアトレーニングになります。そのテレイン、まあ、地形とかそういうところから、はいはいはい、まあ、名前も来てるんですけど、アウトドアトレーニングというテーマになります、はいはい。で、まあ、この商品が生まれるきっかけとしては、もともとはやっぱりコロナですね。やっぱりほう一つ、まあ、それだけじゃないんですけど、一つコロナっていうところが、いや大きいよね、はい、うん、大きいところになります。で、まあ、コロナによって、まあ、今はだいぶ再開してますけど、当時ジムとかもそうだ、ね、はい、閉鎖されたりしてる中で、まあ、結構外でトレーニングする人、そうだね、まあ、特にアメリカとかは、まあ、山を走ったりとか、そうだ、もともと、そうですね、北米とかはやっぱり外でトレーニングする文化があったりするんで、うん、はい、まあ、外走ったりとかトレイルランも盛んですし、はい、そういう外、うんうん、まあ、ジム行けなくても外でやるとか、まあ、自分の、庭とか、そうですね、でトレーニング器具揃えてる人もいるんで、まあ、結構外でやるのが、はい、結構主流というか、はい、多いと。いうところで、さっき言ったアウトドアでも使えるような商品と、はい、で日本においても、はい、まあ、トレイルランとかありますし、ランニングする人も増えましたし、ね、そうですね、はい、だからやっぱその自然でトレーニングする人は増えてるんじゃないかなと、うん、はいはい、っていうところでそういった、アスリートに向けた商品になります。そこの対する答えをくれるわけですね、はい、でちょっと今、商品としてないんですけれど、アウターの、ウーブンの、はいはいはい、アノラック、はいはいはい、ここまで途中までジップがある、ものでしたり、こういったウーブンショーツと、T シャツ、そうですね、と、パンツがあったりします、はい、ロングパンツもありますよね、ショーツとロングパンツ、はい、ロングパンツもあります、はい、でまあ、このコレクション共通しての特徴としては、まあ、外でトレーニングするというところで、はい、まあ、夜とかは暗くなったりっていうところもあって、こういった、リフレクトのテープがついていたり、このロゴ自体も、ちょっと見づらいんですけど、実はシリコンのなってる中でさらにリフレクトがついていると。ショーツよりめちゃくちゃ濃いもの書いてる、やっぱり。はい、ロンティーにはこういうのも載ってますね。そうですね、これ全部リフレクトですね。ロゴはこういう、ロゴが使われてたり、これなんかひし形っていうんですか、はい、これですかね、はい、でアウターにも、まあ、ちょっとそういう何ていうんですかね、機能が備わっていますというような、確かにこういうアイコンみたいなのが、はい、ついてますね。なるほど、はい、であと言い忘れました、ボトムスのこういうウエストベルトのところは通気性に優れたメッシュ素材になってたり、ジャケットとかも、袖のところが蒸れやすいところがこういったメッシュの仕様になっております。なるほどね、このメッセージもなんか結構やっぱさっきガネが説明してた通り書いてあるね、はい、ハイパフォーマンスアウトドアワークアウトに適してると思う、はい、でそれに順を適用できてプロテクションがあって、うん、そういう、外的要因、はい、から、そういうのを準備してくれるっていう感じですね、はい、なのでなんかこのロゴも全部さっきなんか説明してくれた通りで、なんかここの多分左からこれあれですね、吸水性かな、吸汗速乾性、
で次がベンチレーションかな、このファンみたいなやつ、はい、あとこの通気性の、この通気性のやつはあれかな、あの薄さとか、そうですね、湿気とかを、湿気とか逃がしてくれるっていうのと、あとサステナブルかな、この最後のやつは。お、そうなんですか。はい、もう一つちょっと重要なポイントとして、はいはいはい、T シャツ系、これのロンティーと半袖もあるんですけど、はい、その2つには、リサイクル素材を使用しております。リサイクルポリを 100% 使用しております。結構リサイクルのものはアンダーアーマーでも最近ちょっとずつ増えてきてますね、はい、そうですね、やはりこういった、まあ、サスティナブルとか、そういったところで、ね、SDGs がね、はい、でその、商品にはこういった、タグがついております。リサイクルポリの、はい、リサイクルっていうところのタグがついております。なるほど。なので、まあ、地球環境にも優しくて、まあ、外にトレーニング適してるっていうところ で、ね、はい、結構新しい最新のものですね、はい、はい、そうですね。結構トップスの T シャツとかは、まあ、本当にシンプルで、この肩のところにちょっとこう特徴的なダーツ、そうだ、ね、縫い目が入っている感じになります。動きやすそうだ、ね、そうですね、ちょっとこう、うん、動きやすさとかが出るような、ちょっと立体的になるので、こういった縫い目を入れることによって実現している形になります。なるほど、はい。素材感としては普通のテックよりちょっとこうちょっと厚めで、しっかりめ、うん、やっぱり外とかこう、そうだね、擦れたりするってこともあって、耐久性をね、もたらしてくれる、はい、あのちゃんと持たせてる生地になってる、はい、ちょっとしっかりめな感じがあります。なるほど、はい、っていうところですかね。なるほど。ちょっと今回商品数、持てる商品数かな、そうですね、これとあとロングパンツと、あとこのトップスもこの色ですよね、このそうですね、この色があったり、このなんかちょっと薄いアイボリーっぽいベージュっぽい感じのカラーが展開されてますので、ちょっとeComサイトとか、ね、あの概要欄の方から行っていただいて確認いただければと思います。トップスのサイジング大丈夫、着てみる、着てみます、 M サイズ。ちょっとお着替え中ちょっと繋いでてください小金くん。いや、一人で繋ぐのは結構そうですね、地獄みたいな。なんか他に説明するものあれば。そうですね、じゃあ他にボトムスに関してはジップポケットがついています。でちょうどポケットのところでこうカラーブロックみたいな感じで、結構デザイン的にも特徴的で、あとこれの色違いがこのカーキとここのポケットの部分が黒になっていて、結構デザイン性に優れたショーツでいいなと思います。はい、というところでサイズ感、これ M ですかね。 M ですね。ちょっとゆったりしたような M、 俺ちょっとゆったりですね、うん、ちょっと袖も長いかも、はい、だからまあ普段自分やっぱ S なんで165cm、60kg、足は割り箸というところでですね自分が着ればよかったですねそうだね、 M サイズだと多分大金くんがちょうどいいんで、はい、なぜか自分が着てしまいましたけど、まあけど肩幅的には M サイズぐらいかな。そうですね、袖がちょっと長いだけでちょっとゆったり着たければ、そうだね、まあでもあれですね、標準な作りってことですね。そうだね、多分サイズ感は、まあ、いつも通りのサイズを買ってもらえれば、はい、適してるというところになりますかね。了解しました。はい、あ、肩幅はけどジャストだからちょっと腕短いんですかね自分、うん、はい、というところで、まあ、テレインパックと、はい、いうところになりますと。なんかあれですね、シリコンのプリントなんですね、これシリコンラベルみたいな、はい、プリントというか、まあ、資材、はい、なので、はい、なのでそういうところもちょっとテレイン風なちょっとアウトドアテイスト、はい、デザインになっているというところになるので、ぜひチェックしてみてください。はい、いいですね、このちょっといいですね、この色いいですね、アースカラーみたいな、うん、てか普通に座ってる分にはやっぱ袖ちょっとあれだ、普通だ、そうです、うん、ちょっとここは余ってるかもしれない、そうですね、だからジャストサイズはもういつも通りのサイズを買ってもらえればいい感じですかね、はい、と、うん、はい、いうところで、本日はテレインパックというところで、はい、まあ、今まであまりないサステナビリティを、そうですね、入れてる、あんまりない、そうですね、あの打ち出してはいないので、なんかちょっとちゃんとそういうパックになってるのは、はい、今季が珍しい感じですかね、そうですね、なので、まあ、今後もしかしたらそういうのも出てくる可能性もありますし、はい、まあ、SDGs というところでアンダーアーマーの取り組みはしているので、はい、ちょっとずつそういうのが出てくるかもしれません、はい、なのでぜひ、興味のある方はチェックしてみてください、はい、じゃあ最後は大丈夫ですか、あ、トップス
のサイジング言ったらいいと思う。ということで、はい、はい、以上ですね。はい。というところで、じゃあ最後の3つ、まあ今日2人しかいないんで、ちょっと、どっちかどっちがいいか。はい、コメント、チャンネル登録、高評価。はい、というところで、この3つをぜひしていただければなと思いますので、e-comの方も、店舗の方にも並んでいますので、はい、ぜひ、足を運んで、またはまあネットでもチェックしてもらえればなと思います。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。